はい、こんにちは。てっちゃんはジャーナリスト。いつもご視聴ありがとうございます。今日は、元横綱白鵬宮城野親方が最終的に目標にしているのは、相撲協会の理事長の席なんですね。で、まず理事長になるためには理事にならなくちゃいけない。で、2024年今年1月に、理事長選がありました。今年2024年1月ですかね。でね、昨年のね、2023年の時点で、この伊勢ヶ濱一門の親方衆に、今度の理事選に自分は出るんだと。一門の親方の皆さんには迷惑かけませんと言って、本人はどうも出るつもりだったということが伝えられています。でね、普通はね、これ宮城野部屋っていうのは伊勢ヶ濱一門なので、まあそんな大きくないので、伊勢ヶ濱一門から一人ということで、今は伊勢ヶ濱親方が理事ということになっています。つまりね、まあこれもね、昔からの慣習でいいかどうかの問題はあるんですけど、どうも白鵬からするとね、他の一門の、まあ要は外国人力士っていうんですかね、その辺の量、その辺の票を、まあ全部でね、これ親方105かな、105あるわけですよ、全部で105人。で、そのうちの、外国人のその力士の票をある程度まとめていたっていうような話もあってね。それでね、白鵬はね、裏方に対してね、結構ね、人気っていうかね、評価高かったんですよ。で、なんで高かったかというと、またお金。まあ、チップみたいなもんでしょうね。お金をこう渡して、でもお金くれる人を嫌いになりませんからね。だから、まあ、この理事選の、その外国人に対しても、外国人親方についても、まあ、お金が動いてるのかどうか分かりませんが、白鵬の場合はね、どうしてもね、僕ね、お金っていうイメージがあるんですよ。ちょっとね、これちなみに白鵬がね、一番ライバル視してるのは、元横綱、稀勢の里、二所ノ関親方かな。で、この稀勢の里っていうのは、まあ、また因縁があってね、前別の動画でも話しましたけど、日馬富士の貴ノ岩の暴行事件だから、貴ノ岩に暴行された貴ノ岩っていう時に、稀勢の里と優勝争いを白鵬はしていた。である日、白鵬と、貴ノ岩の取り組みができた。で、貴ノ岩は白鵬に勝ってしまったんです。真剣勝負で勝ってしまったんです。で、結果優勝を稀勢の里に奪われました。白鵬は貴ノ岩を憎みました。なぜならば、一説に、こう付き人を通してね、貴ノ岩に連絡を頻繁に取っていたと。まあそれはね、まあ、取り組みで丸々してほしいっていう依頼だったんでしょうと。で、それをね、察知した、貴ノ岩は、連絡を取らなかったと言われています。で、まあ、それもね、一つは当時の貴乃花親方が、モンゴル勢と接点持つなと。おそらくその辺のね、八百長とかその辺の噂を貴乃花も知ってたんでしょう。で、運命の、鳥取場所があって、その日の夜、モンゴルの人だけっていう、まあ一部日本人入ってましたけどね、飲み会があって、その場で暴行事件なんですよ。で、結果ね、まあもともともう引退をね、しようかなと思ってた、日馬富士が結局引退のことになったんですけど、まあそれもね、不可解だというふうに未だに言われていてね、事の真相はね、ちょっとわかんないです。まあそれがね、一つの弱みっていう噂もありますけどね。まあそんな感じです。それで、結局ね、宮城の方がなんで臨戦に出なかったかというとね、
こう表をね、うまくこう、白鵬が、その表が取れないように、まあ分かりやすく取れないように、相撲協会が包囲網を作ったんですね。だからまあその細かいルールは分かりませんが、白鵬が当選しないような移動をこういっぱいかけたんですね。で、白鵬に近い人たちも、もう今回やめとけと。今回やめとけと言われたり、で、先代のね、まあ、要は宮城の親方、まあ、白鵬の親方ですよね、にも、協会を敵に回すようなことはもうするなというようなことも、要は言われながら、で、最終的にね、人事に出ることはなかったんです。人事に出るどころかね、今回の大きな、北青鵬の事件でね、白鵬、宮城の親方の2階級降格でしょ、人事戦どころの話じゃなくなったんですよ。人事戦どころの話じゃなくて、角界を通用されるんじゃないかとかね、もう居場所がないとかね、そんな状態にまでなってるんですよ。で、今から5年経つとね、今の理事長を含めね、多くの執行部の理事が定年を迎えるんですよ、65歳の。あと5年もすれば、多くの人が。だから、今、理事の席に座ってる人たちの多くが、定年という形で、理事から去っていく。そうすると、5年後、だから白鵬が43とかね、44の時には、今よりも非常に、まあ、要は簡単にというか、ね、慣れるかどうか分かりませんが、確率からしたらバーンと上がるんですよ。ね、上がるんですよ。だから別にね、43、4でも若いでしょ。でも彼はそういう43、4までは待てなかったんですよ。お金があるし。それでね、大鵬さんとかね、他の自分が過去35とか37で昔のね、強かった人は理事になってると。自分もね、過去38でしたからね、38で30代で理事になりたいっていうのがあったでしょう。貴乃花も37か6でなってたと思うんですけど、まあその辺もあったんでしょう。だから焦ったためにっていうかね、このままじっとね、きちっと目先のね、欲に駆られず、コツコツとね、弟子を育てていったりね、人脈を広げていけばね、5年後には自然と理事のポストが入ってくるんじゃないかっていうふうに、見る人が多かったんですね。でもね、やっぱりね、僕ね、思うのは、お金もあってね、現役時代にすごい記録もあって、自分が一番だというね、考え方を持ってる人はね、その5年が待てないんですよね。だから、小細工しようとするんです。地道に前をこう歩いていけばいいものを、やっぱりね、この上がりかけてストーンと奈落の底に落ちた感じを受けますね。やっぱね、おごり慢心が今回の、だから自分が理事長になる、理事になることばっかり考えてるから、北青鵬みたいなものができたりね、したんじゃないかなっていうふうにね、僕はまあ因果応報、自業自得が当てはまるんじゃないかなというふうに思いますね。ちょっとね、周りから止められ、そして、まずね、理事長選に自分は立候補するつもりですってね、宣言したらダメですよね。選挙ってね、後出しじゃんけんらしいんですよ、大体。その都知事選にしても何にしてもね。だけど、早い段階で自分は人選に出るんだと。で、一門の人、親方には迷惑かけないから。つまり、一門の人たちから、票をもらえなくても別に、どないでもなるから、みたいなね。まあ、そんな、まあ、ある意味、横着なね、考え方があって、まあ、結局、それがね、理事というか、まあ、執行部に漏れて。で、執行部はもちろん、白鵬がね、宮城の親方が理事にならないような手を打ってくる。それがまあ、白鵬包囲網といったようなね、やり方なんですよ。で、少なくともね、
教会はね、もうさっき言ったように5年後にね、多くの人が、まあ定年でいなくなる。でもそれまでに白鵬、宮城の親方が理事にならないような、こう布石を打っておきたいっていう思いがあるんじゃないでしょうか。だから今回ね、白鵬が二度とね理事選に出ようなんていうことが思わないように、あるいは白鵬の味方をしたら、その周りね、白鵬を応援してた他の親方たちに見せしめてね、白鵬の味方をしたら、白鵬に票なんか入れたら教会にいられなくなるぞみたいなね、そういうふうな、まあ、動きになってきてるっていうのが今ですね。だから数ヶ月前の理事選に出ようと思ってた時と今とのその白鵬の気持ちを比べたらね、まあ天と地ではないでしょうか。うん。